スノーマンと海外アーティストを比べてみた。どうも皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですね、スノーマンと言ったらジャニーズ、なんだったら日本で今トップレベル、なんだったらもうトップと言っても過言じゃないぐらいの、CD 売り上げだったりとか YouTube の再生数というか、とてつもないアーティストだと思うんですね。で、今回こちらの動画ではですね、スノーマンはもちろん人気なのは多分日本の皆さんは知ってると思うんですけど、おそらくみんな思ってるのが、日本だから有名なんだよね、日本だから人気なんだよねっていうのが強いと思うんですね。で、こちらの動画ではですね、実際に海外のアーティストと比べた時に、じゃあスノーマンはどれぐらいすごいのかなっていうところを含めてお話ししていきたいなというふうに思います。主に YouTube の再生数ってところで見比べていきたいなと思うんですけども、僕がこの動画をちょっと撮ろうかなって思った理由として、ブラックピンクを聞いてたんですよ。もう皆さんご存知だと思うんですけど、K-POP ですごい記録をいっぱい樹立してる女性4人組のアーティストなんですけども、ブラックピンクを YouTube とかで結構見てる人っていらっしゃいますか？ブラックピンクって登録者数9010万人なんですよ。もう一回言いますよ。9010万人なんだ。ほぼ9000万人いるので、あと少しで1億人、本当日本の人口ぐらいの人が、世界中の人がブラックピンクをチャンネル登録してるっていうとてつもない数字だと思うんですね。で、そこでスノーマンのチャンネル登録者数って271万人なんですよ、今。もう正直レベルが違うというか、でもそれは、全然しょうがないこととか、スノーマンがダメとか悪いとかってことじゃなくて、目指す矛先が違うので、スノーマンは日本のジャニーズってアイドルで日本市場で売ってるアーティストだと思うんですね。で、ブラックピンクだったりとか、例えば BTS とかの K-POP っていうのは、韓国国内にってはもちろんあると思うんですけども、やっぱり海外で活躍するアーティスト、海外で活躍するってなったら、世界は70億人ぐらい人口がいらっしゃるので、全部が全部 YouTube とか見れる人口じゃないですけど、母体が圧倒的違いすぎるっていうのは当たり前じゃないですか。スノーマンはもう日本だけ。で、そしてブラックピンクとか BTS とかは海外。70億人いる人にアプローチをかけてる。もちろん実際70億人ではないですけど。っていうので、チャンネル登録者数とかに桁が違うのはもう当然というか当たり前だと思うんですね。やっぱ K-POP ってレベルが高いですし、ダンスも歌も。で、活躍の幅っていうのは国内だけじゃなくて海外へって視野を広げてってるので、正直日本の音楽と比べたらかなりのレベルの差があるのかなって思うんですけど、今回その動画を撮ろうと思ったのが、スノーマンの YouTube の再生数も結構負けてないんですよ。じゃあそれどういうことってなるんですけど、先ほども言ったように、ブラックピンクは世界に向けての発信をしてるから母体とかも多いので、一番再生されてる曲が、約20億再生ですよ。金粉の月読みが1億再生されたすげーってなった中の20倍、あと18億再生、16億再生、14億再生といったところで、10億再生を突破してるのが約6曲あるんですね。6曲で1億再生を超えてる動画っていうのも大体40個ぐらい動画があるんですよ。それは先ほども言ったように、登録者数が9000万人もいるっていうのもあると思うんですね。で、じゃあそこでスノーマンの一番再生されてる動画は何だろうと思った時に、DD ですね。スノーマンのデビュー曲の。それの再生数って約9000万再生ぐらいなんですよ。チャンネル登録者数が270万人で再生数が9000万。まだ今のところ1億再生いってる曲はないんですけど、多分 DD はいずれいくと思うんですけども、そういったところでやっぱりその目指してる矛先とか売り出してる客先層が違うから母体が違うんで、 YouTube の再生数も圧倒的に違うんで、やっぱり K-POP ってすごいんだなと思ったんですけど、一番再生されてない動画を見てみたんですよ。ブラックピンクで一番再生されてないのってどういう動画なんだろうなと思ってちょっと見てみたら、なんとこれがびっくり、50万再生ぐらいのが何個かあったんですよ。それは正直ミュージックビデオの PV とかそういうのじゃなくて、本当40秒ぐらいのショートムービーだからこそ、再生数が回ってないのかなってのもあるんですけど、なんかその世界のブラックピンクでも、回らない動画が回らないんだっていうのがすごく如実に出たかなと思ったんですね。もちろんブラックピンクの登録者の方々が全員ブラックピンクをすごくオタクレベルで好きかって言われたら、もちろんそのは分かんないんですけど、僕には。ただ曲が好きだから登録してるから曲しか聴かないっていうファン層もいると思いますし、オタク活動のような形でどんな動画もいっぱい回したいっていう人もきっといると思うんですね。
ただ9000万人の登録者数がいるブラックピンクでも回らない動画50万再生ぐらいなんだってなった時に、スノーマンの一番再生されてない動画って皆さん何万再生ぐらいかわかりますか？実は100万再生超えてるんですよ。この撮影時点で一番再生されてない動画がさっくんの金の佐久間裏側大公開構想3年ついに完成って動画なんですけど、それ130万再生されてるんですよ。130万再生ですよ。一番再生されてない動画が、これ半端ないなと思ったんですよ。チャンネル登録者数270万人のスノーマンがブラックピンクの一番再生されてない動画より多いんですよ。まああくまでその先ほど言ったように一番再生されてないスノーマンの方はバラエティだったりとか、ブラックピンクの方はなんかショートムービーみたいなとかって、まあいろんな差はあるんで、まあ一概にはもちろん比べられないんですけど、世界のブラックピンクに勝てる部分がスノーマンってあるんだっていうのがもう本当驚きというか、スノーマンやばいなっていう、そのなんか日本だけでこれだけの市場、これだけのお客さん、これだけの再生数を持てるスノーマンっていうのが、これもし世界に発信してたらどうなってたのって思うぐらいすごい記録だなと思ったんですよ。チャンネル登録者数270万人近くのスノーマンで一番再生されたいのが130万再生なんで、まあほぼほぼ2人に1人は必ず全部の動画は見ているといった、まああくまで確率っていうか割合になると思うんですね、パーセントで言うと。もちろん1人の人が何回見てるっていうのもあると思うんですけど、まあ、この130万再生が一番再生されてない動画っていうのが、まあ、ちょっとスノーマンのこの人気の高さっていうのと、いかにその熱意があるファン層がいっぱいいるのかがわかるっていうようなところですね。まあ、多分スノーマンの楽曲とか、特にブラザービートとかですね、 TikTok とかで流行ったんで、そういった流行った楽曲だけ YouTube で聴きに行くといったファンというか、そういった一般層もいっぱいいると思うんですよ。それも本当に素晴らしいことだし、それをやることによってやっぱバズるんで、世間体的にも注目される。でプラスアルファでスノーマンの楽曲が好きとかじゃなくて、スノーマンっていう人間性が好きっていうファン層がいっぱいいるので、バラエティ動画を出しても100万を超えてくるっていうのが、いやもうこれなんか僕ずっとスノーマンってバラエティ全部100万再生超えてて本当すごいなって思ってたんですけども、その海外で活躍してるアーティストよりも勝っちゃう部分がスノーマンにあるんだと思って、別にそのスノーマンを下げるとかじゃなくて、まあ単純に先ほども言いましたけど母体が違うじゃないですか。あっちは70億人の人口に向けて発信して、スノーマンは日本国内、まあ、もちろんスノーマンも TikTok とか、まあ、インスタとかで、まあ、海外に向けての発信もしてますけど、まあ、どうしてもジャニーズの体制的にそこまで海外へ向けていこうっていう動きって弱いと思うんですね。だからこそ、まあ、それがよく言われる K-POP と J-POP で差がついたとか、まあ、ちょっとそれは話がそれちゃうんで今回話さないですけど、いかに日本でスノーマンが愛されてるのかっていうのが嬉しくなったんですよ。ちなみにそのダンス&ボーカルグループではないジャスティン・ビーバーさんとかもそうなんですけど、登録者数が7160万人と、まあジャスティン・ビーバーさんの場合は1人でやってるんで、まあ、レベチっちゃレベチなんですけど、スノーマンね9人いるし、まあ、でもそれはちょっと一旦置いといて、海外で活躍してる超大物有名人と比べた時にって話なんですけど、まあ、ジャスティン・ビーバーさんの一番人気な曲はソーリーですね。ソーリーっていう曲があると思うんですね。そちゃん楽曲の再生数は36億再生だったりとか、あのベイビーベイビーって楽曲は29億再生とか、もう10億再生を超えてる楽曲も何個もあるのに、一番再生されてないのは30万再生ぐらいだったりとかあるんですよ結構。まあ、もちろんそれはティザーで本当30秒ぐらいしか動画がないからっていうのもあるんですけど、でも登録者数が圧倒的に違うじゃないですか。7000万人もいらっしゃいますし、だからやっぱりそのジャスティン・ビーバーさんがもちろんすごい、ブラックピンクすごい、もちろんそれはそうなんですけど、スノーマンもめっちゃすごいなっていうのが改めて感じたんですね。海外の大物アーティストと比べた時のスノーマンについてる、スノーマンを応援してるコアなファンってこんだけいるんだ、こんなにいるんだなっていうのが、日本のジャニーズのビジネスモデルだったりとか、日本のファンを大切にしようといった、まあ、海外よりもまず日本のお客さんだよねっていう、このジャニーズ魂みたいなのをすごく感じられたなっていうふうに思いますね。
はい、今回ですね、スノーマンと海外の大物アーティストの YouTube の再生数っていう、一つの指標だけなんですけども、そこだけを比べたときに、スノーマンってすごいな、海外のアーティストは負けてない部分っていっぱいあるんだなっていうのが、やっぱ改めて感じたと言いますか。今回そういった動画を撮らせていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、今回の、もちろん比べる対象とか比べてる土俵が違うんですけども、スノーマンのすごいなって思うところだったりとか、スノーマンが海外のアーティストに負けてない部分だったりとか、ぜひコメントで教えていただけたらなっていうふうに思います。はい、自分はですね、こういったジャニーズの話っていうのを自分の思いだったりとか、自分の主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなっていうふうに思います。デンジャーホリックの PV が楽しみだ。またね。